光明池光明池は、大阪府にあるため池。泉市と堺市南区にまたがる。1936年に灌え用ため池として、整備された。満水時の貯水量は、約370万立方メートルで、深最大。満水面積は、約36ヘクタールで、大阪府下では、岸和田市の久米田池、大阪狭山市の狭山池に次ぐ広さである。 巧妙池土地改良区が管理している。堤防は2カ所あり、北側の本堤防は高さ約26メートル、長さ約350メートル、南西側の副堤防は高さ約18メートル、長さ約130メートルある。水深は最深部で約20メートルある。最盛期には約1700ヘクタールの灌溉を担ったが、減炭政策等により現在の灌溉面積は、 約300ヘクタール程度、上水道の水源としても利用されている。周囲は光明池緑地として整備されており、遊歩道、体育館、屋外運動施設などがある。光明池緑地は近隣住民には野鳥の森とも呼ばれており、野鳥が多く見られる。光明池はその緑豊かな環境から1989年に大阪緑の百選に選定された。 また、2009年には、大阪ミュージアムにも登録された。池の南西藩から副堤防、本堤防を経て東藩に至る遊歩道や池の南側を U 字型に囲むように整備されている。遊歩道は散歩コースとして多数の近隣住民に利用されている。また、池によって分断されている、光明台地区をつなぐアーチ橋である光明池大橋が架けられている。 光明池は、泉市国分町を流れる牧代川の取水石から、導水している。国分町にある上福寺で、光明皇后が誕生したという伝説にちなんで、光明池と名付けられた。ちなみに、夫の聖武天皇及び、伊阜県の立花書景は、久米たちの築造に、尽力のあった人物でもある。光明池を橋。2014年2月14日の積雪時に撮影。 光明池大橋は住宅都市整備公団によって1985年に建設された歩行者自転車専用橋である。橋町は157.6メートル、島町は98メートルでコンクリート中地アーチ橋構造。同構造のコンクリート橋では世界に類いがないとして1985年の土木学会田中賞を受賞している。 2020年11月11日より自転車、バイクの通行が禁止された。光明池。大阪府。2016年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月24日閲覧。大阪緑の百選。大阪府。2016年12月23日閲覧。水戸里ネット光明池。ありがとうございます。